チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、秘宝、ラムザイヤー論文出版延期、韓国からの執拗な反論ではなく、抗議や恫喝、についてです。マスクを二重にとかいろいろと不死はあります。スパコン、富岳はノーと言っているようです。何でも、富岳に相談してみたら良いと思うマリナです。正論から、激しい論争の結果、国内では権力による強制連行ではなく、交渉制度の一環だったという見方が支配的になった。外務省も重い腰を上げて、2019年から、外交青書とホームページで強制連行、制度令、20万人という、3つの嘘に反論を加え始めた。しかし韓国と国際社会にはまだ、朝鮮人の若い娘、20万人が、日本軍によって強制連行され、制度令となった、という嘘のイメージがはびこっている。我が国にとっての慰安婦問題とは、この嘘をどうやって、打破するのかなのだ。これは、麗澤大学客員教授、歴史認識問題研究会会長、西岡努氏が書かれた、3月1日、産経新聞、正論、コラムの中の冒頭の文章です。今回のトピックスは、ワウ、コリア、3月3日の記事タイトル。イアン・ピーはバイティーフ、ハーバード大教授論文を掲載の、学術誌、出版を延期と、ハンギョレ、3月4日の記事タイトル。問題のラムザイヤー、イアン・ピー、論文掲載の学術誌、3月出版は困難に。この2つの記事から、ワウ、コリア、3月3日の記事内容は、イアン・ピーを自発的バイティーフと規定した、米ハーバード大学ロースクールの、ジョン・マーク・ラムザイヤー教授の論文を、掲載する予定であった国際学術誌が、3月号の出版を延期することが伝えられた、で始まります。もう一方のハンギョレ、3月4日の記事内容は、日本軍イアン・ピーのことを、バイティーフと主張した、ハーバードロースクールの、マーク・ラムザイヤー教授の論文が、掲載される予定の国際学術誌の、3月号の出版は、事実上困難となる見通しとなった、ときます。日を追うごとに、延期という状態の説明から、困難という見解へ変わります。この動画が配信される頃には、中央日報がさらに過激な単語を出しているかもしれません。調子に乗る、傘にかかるというやつですね。ワウ、コリア、3月3日の記事内容の続きでは、法経大学国際レビュー、IRLE のエリック・ハーランド編集長がラムザイヤー教授に、今月31日までに、彼の論文、太平洋戦 P の性契約、への学会からの指摘に対する反論を要請したことを2日伝えた。IRLE は、ラムザイヤー教授の答弁が来るまで、出版を遅らせることにしている。このことについて、ある学会関係者は、出版を遅らせることは、学術誌に論文を掲載した他の学者たちにも、被害を及ぼすことになるため、極めて異例な決定だ、と見ている。ハンギョレ、3月4日の記事内容も、ほぼ同じですが、さらに、3月号の印刷本の出版は、同誌が回答を寄せた後となることから、出版は早くても4月以降となる可能性が高い。当初エルゼビア社は、懸念を表明する文章と、反論を付け加えた上で、ラムザイヤー教授の論文、太平洋戦 P における、性サービスの契約を、3月号に載せるという方針を固守していたが、立場を変えて、著者の釈明を直接聞くことにしたもの。と、要はラムザイヤー教授の論文の掲載誌の出版が遅れることになり、その理由は、外野がうるさいので、ラムザイヤー教授に反論を要請し、その反論文を待つからというもの。論文というものに対し、学術誌がこのような形で、影響を受けるとは、驚きとともに、がっかりしているところです。実は、少し前にこのラムザイヤー論文に、多数の反論者たちが、どう見ても韓国の指令を帯びて、騒ぎまくっているというニュースをご紹介しました。
内容が反論ではなく、非難、中傷、抗議、上げ足取りばかり、論じるには、程遠いものばかりだと侮っていました。あれからも、当然必要な、反論ではない、抗議、非難、中傷、歪曲が雨あられでした。反論を書くべきは、ラムザイヤー教授ではなく、あれこれ言っている連中の方だと思うんですけど、間違っていますか？そしておそらくは、嫌がらせや、恫喝、脅しも、たくさんあったのだろうことも、容易に想像ができます。出版社にも、でしょうかね。中央日報、2月27日の記事タイトル。韓国系ハーバード大教授、ラムザイヤー氏、イアンピー市長のミス認めた。記事内容は、ハーバード大ロースクールの韓国系の、ソク・ジョン修身教授は26日、零時事週刊誌、ニューヨーカーへの、慰安婦の真実を探して、と題した寄稿で、ラムザイヤー教授の主張の問題点を指摘し、彼と交わしたメールと対話の内容を公開した。中略。ラムザイヤー教授は、ソク教授にメールを送って、引用の誤りがあったことを認めたりもした。論文に対する歴史学者の反論に対し、ラムザイヤー教授は、なぜこのようになったのかはわからないが、私がミスをした、とし、当惑していると話したという。中略。一方、ラムザイヤー教授はハーバード大で、主に日本法を研究しながら、日本の人権の先進化、などを講義している。三菱が、ハーバード大に設立した基金で、任用された。ラムザイヤー教授は、大学のホームページで、幼い頃を日本で過ごし、大学院で日本史を研究した、とし、中略。マイケル・チェ米カリフォルニア大学アーバイン校、UCI、経済学科教授が始めた、連番上の署名は2000人に迫っている。ハーバードの終身教授が、メールでのやり取りを垂れ込みし、断片的な内容の引用で、落とし目です。もしかすると、虚偽もあるかもです。最後は日本びいきとの非難。こればかりですよね。とどめに、扇動です。ワウ、コリア、3月1日の記事タイトル。イアンピー論文、ハーバード大教授、初の三菱不買運動、アメリカで、声が上がる。韓国まで波及か？記事内容は、アメリカの韓国人社会で、三菱を相手にした不買運動が起きている中、三菱不買運動が、韓国内まで拡散するのだろうか。去る28日、世界最大請願サイト、チェンジ .org に、アメリカ北部カリフォルニア州の韓国系団体たちが、三菱製品に対する不買運動を展開しようという請願を挙げている。この請願の背景には、イアンピーをバイティーフと規定した、米ハーバード大学、ロースクールのジョン・マーク・ラムザイヤー教授が、関連しているとされている。韓国系団体たちは、この請願で、ラムザイヤー教授の肩書きが、三菱、日本法律研究教授、だという点を指摘した。先の終身教授の扇動が効いてます。これは、明らかに、脅し、脅迫の類だと思います。ワウ、コリア、3月2日の記事タイトル。イアンピー論文、ハーバード大教授に、北朝鮮が、非難。主扇動、エセ学者。記事内容は、北朝鮮は、イアンピーの歴史を歪曲した、米ハーバード大学ロースクールのジョン・マーク・ラムザイヤー教授を、公に攻撃した。世界各国の学会と政界の人々までが、ラムザイヤー教授の論文撤回と謝罪を要求している中、北朝鮮もこの隊列に合流した形だ。特に、日本に対しては、官営メディア、朝鮮中央テレビ、を通じて、三点一節、慰安婦関連ドキュメンタリー、を放映し、最後まで血の決算をする、と警告した。対外宣伝メディア、朝鮮の今日、は今日2日、イアンピーを自発的バイティーフと規定した論文を書いたラムザイヤー教授に対して醜い主戦度、エセ学者と猛非難した。ああ、北朝鮮を味方にしたようです。非難。そして、誹謗、中傷、脅迫、恫喝、学術論文に対してこのような形でしか応戦ができない彼らのすべてです。終身教授同様、教授ともあろう者が、反論文も、
書かずに新聞社などへの投稿ばかり。もう一つは、コリア、3月2日の記事タイトル、保坂雄二、イアン・P・ボーゲン、ラムザイヤー教授の論文をめぐり、ハーバード大学に抗議声明、韓国。記事内容は、日本軍元イアン・P を、自発的バイティーフ、だと主張して、議論になった米ハーバード大学ロースクールの、ジョン・マーク・ラムザイヤー教授の論文と関連し、世襲大学の保坂雄二教授が、ハーバード大学や論文が掲載された学会誌などに、抗議声明書を渡したと、2日明らかにした。中略。最後に、ラムザイヤー教授だけでなく、彼を擁護する日本の極右勢力、韓国内の新親日派勢力も、歴史の真実に背を向ける歴史捏造、歪曲行為をやめるべきだ、とし、アメリカ歴史学会は、ラムザイヤー教授の論文を徹底的に検証しなければならない、と述べた。もう、教授とかじゃないですよ。反論文を書かずに、抗議声明書を、書いちゃった。学者じゃなくて、思想家なんでしょうね。最後に、歴史認識問題研究会や、反日種族主義の著者を狙った、威嚇も忘れていません。さすがです。おっと、感心している場合じゃありません。3日には、ハンギョレから、イアン・P・被害者遺族ら、ラムザイヤー・イアン・P・論文の、撤回と歴史歪曲処罰法の制定を、などというタイトルの記事です。文中聞き捨てならない部分があったので、前略、2013年に亡くなった、イギョン・ニョさんの息子、ソ・ビョンファ遺族会副会長は、中略、被害者問題を解決するためにも、加害者中心の、日本軍慰安婦被害者、という用語の代わりに、日本軍の加害事実を正確に示す、日本軍性奴隷被害者、への用語の変更を求める、と話した。誤略、もう、完全に調子に乗っています。そして、日本の国内、文科省に言いたいです。従軍慰安婦という言葉、教科書に載せないでください。こうやって、調子に乗せるだけですから。せっかく、海外の学者が日本の真実を論文として発表しているのに、援護はしないのですか？歴史認識問題研究会、作る会、の皆さん、お願いします。頑張れ、ラムザイヤー教授。頑張れ、エルゼビア社。頑張れ、すごいジャパン。最近見ているテレビドラマの竹内涼真くん主演のゾンビもの。ゾンビの気持ち悪さより、どういうわけか日韓共同の組織とか、韓国人キャラが出てくるとかの方が気持ち悪いなぁ、と思うのです。何の企てなのかそれが気になるマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。